この浜はね、すごいね、常にビーチクリーンしてるんですよね、地元の人たちが。だからあんなに綺麗なんだ。思ったよりゴミがなくて逆にびっくりしました。で今日の波は腰腹ぐらいでうねりがばらけてるので、いろいろなところからブレイクしますので、人もこういう形でばらけますので、で一番奥に波待ちしてる人、あの人は完全にセット狙いで、誰にも迷惑かけることなく、そのセットが来たらただひたすらね、10分に1回なのか20分に1回なのか定かではないですけど、それに乗ろうとしてますね。でミドルサイズ、まあ波が左から右に流れてきて、あそこでちょうどいい波が割れたりもするので、あそこに集中してます、人が。で邪魔にならなければそこが激戦区になってしまいますので、インサイドの方で隙間産業ですよね、隙間を狙って、乗ることも可能です。ただライディングの邪魔になる可能性があるので十分に気をつけて波待ちしましょう。まあ、こういう日は結構ばらけてて、ピースな感じでサーフィンもできるので、このポイントで入るっていうのは、正解だと思います。隙間産業狙ってインサイドで乗ってる人たちいますよね。でセット来ました、セット来ました。あーちょっと乗れなかった、ちょっとポジショニングが悪かった、左側にいれば乗れたかもしれない。でこれがこういう今来てる波がメインとして、どうしたら波に乗りやすいかの説明でした。次のポイント行きましょう。浜岡海岸に来ました。ちょっとね、駐車場を止めてから歩かなきゃいけないんですけど、まあ、波チェックしてみましょう。初めて来た、すごい人も少ないって、たまにセットも入ってくるから、そんな風の影響も今日はないっていう。まあ、普段ねどれぐらい人がいるのかは分かんないけど、あっちにも2人3人入ってるけど、あっちもブレイクしそうだし、インサイドで隙間産業狙うにはいい場所なのかな。やっぱメインはねこっちでロングライド、正面でロングライドできそうな波が、そうですね。まあ右側とかはもう全く深くて割れる場所がないから、まあノーサーフになっちゃうんで、ここはもう正面とこの左側の砂がついているところでサーフィン可能かなっていうところですね。まあ初心者とかサーフィン始めたばっか、また横に行ける程度だったら左側で練習して、変にメインに行って上手い人と波を取り合ったりして、結果あんまり集中もできず乗れなかったっていうよりは、ああいうところで乗って練習した方がいいと思います。極力自分が練習できる場所を探しましょう。はい、イサミです。結局ね、御前崎ポイントで今日は入ります。まあ、風も吹いてき始めちゃったので早めに入って、テックサーフィンですか、やっていい波捉えて、ちょっと今日は腰を意識してサーフィンをしていきたいと思います。それでは行くぜ。